2017年4月にですね、新会社というを目指して、まあ、今の準備を進められているとは思うんですけど、まあ、その方針に変わりはないので、ちょっとまあでまあ、この一連の流れへの受け止めと、まあ、あと御社としての方針ですね、その出光興産と合併することへの方針については改めて。基本的にはですね、今皆さんの報道も通じて、いろいろ出光興産と合同公株主の方といろいろ協議されているというのは認知しておりますけど、まあ、基本的には出光興産と合同公株主のということなので、まあ、コメントする立場にないというのが、文章でございます。でただ今ご質問ありましたように進めていく中では、今後も2社で、経営統合での検討を進めていくということは合意をしておりますので、その点では結果はございます。まあ、石油製品需要がこう減少していく中でですね、改めて合併することの意義と、その、まあ、その企業文化の違いによってですね、その合併効果が出せないというその主張が、まあ、今出てると思うんですけど、それに対してその反論があればおっしゃってください。反論というのも何なんですけども、まあ、我々がやっぱやりたかったことというの、まあ、やりたいと今でも思っていることというのは、まあ、やはりその成熟産業である石油というのは需要がやっぱどうしても徐々に減っていくという中にあって、これまでと同じようなやり方であればどうしても収益というのは格差だらけという中にあって、いかにしてその強い会社を作っていくのでしょうかということをこれまでもずっと考えています。まあ、その結果として、やはり、まあ、業界の再編というのはこれは避けて通れないということでありますし、我々としては出光興産さんと、統合するということが今でも定義していませんというふうには思っております。まあ、ただその、まあ、ポイントとしてあったその文化の違いということのことはございますが、これはですね、まあ、どれも、まあ、いろんな考え方は、あるのかもしれませんが、少なくとも、我々は、これまでいろんな準備を進めてきておりますが、その中にあって、文化が大きく違うと、またその違うことによって、なんでしょうね、そのシナジーが生まれないとか、そういったことを、懸念しているようなことは、ないように思っています。まあ、100年以上、お互い100年以上の歴史を持つ会社ですので、まあ、いろいろな違いはあろうかと思いますが、まあ、石油元売りというほど同じビジネスを100年以上続けてきて、かつその今申し上げたような日本のエネルギーセキュリティを守るということ、そのために強い会社を作っていくという目的は全く、一緒ですので、そういう意味では、まあ多少の違いといいますか、まあ、違いがあるからシナジーが出るんだと。というふうに考えております。まあ、そこはもう、十分、考えた、考慮した上での方向を進んでおりますので、その辺のところには、まあ、我々は不安感はないと。